心臓です。心臓チャンネル、今日のテーマですが、ギランバレー症候群の2回目、に行きたいと思います。1回目をお送りしてますので、1回目を見られると詳しくわかりますが、残していた部分をいきますが、ギランバレー症候群というのは、どんなものかというと、両手両足の体ですね、両手両足体に力が入らないと。これが徐々に全身に進行していって、最悪の場合は呼吸困難とか、呼吸ができないとかになって死ぬ場合もあると、そういう怖い病気ですが、これを起こしている犯人っていうのは、大きく分けるとウイルスや細菌、そしてもう一つが医学薬学と、この病気を起こしている、4大犯人ですね。ウイルス、細菌、医学薬学と、この4つが起こしているということですね。これを覚えておくということです。はい。で、心臓チャンネルではこの医学、薬学の犯人の部分を集中的にやりますが、まずどんな薬があるかということですが、ワクチンですね。いろんな様々なワクチン、それから抗がん剤の類とか、それからペニシラミンとか、乳機能論系の抗菌薬とか、こういうものが様々言われています。はい。では行ってみましょう。ギランバレー症候群の2回目です。症候群の一つの原因として上がっているウイルスが一つということですね。ランセットに載っているやつで、ジカウイルス感染症ですね。これにかかった人、北米とか、南米とか中米の話ですから、日本はあんまり関係ないですが、ここでかかった人、この感染症にかかった人の中で42人ぐらいのギランバレーの患者を調べると、ジカウイルスの抗体を有していたということで、これが一つ、ギランバレーを起こしている犯人というエビデンスが出たということですね。それでこの論文がランセットに載ったということです。興味のある方は読まれるといいと思います。ここに載せておきます。はい、次行きましょう。症候群とはということで続きますが、症状ここに載ってますが、両手両足に力が入らないとかいう状況になりますと。そういうことでだんだん、麻痺がどんどん進行していって、運動障害ですね、階段の登りにくいとか力が入らないとかいう、そういう状況も出てきたり、顔面の麻痺とか、物が二重に見えるとか、物が飲み込めないというような状況ですね、こういうのも出てくると。最悪の場合、呼吸困難とか、呼吸がしづらくなると、呼吸困難、とかになるということですね。人工呼吸器が必要になったりもします。ここまで来ると危ないということですね。そしてこういうものを起こす原因ですが、さっきも言いましたが、ウイルスとか細菌の感染があって1から3週後に起こったり、それからですね、医薬品ですね、薬によって起こるということですね。さっきも言いましたけど、下の方に載ってますが、他の薬としては HIV の治療薬、抗がん剤ですね、インターフェロンとか、こういうものもあるということですね。はい、次行きましょう。薬が原因のギランバレー症候群がどういうタイミングで出てくるかということですが、薬の投与後だいたい2週間ぐらいが多いと、数ヶ月経ってから起こるものもあると、だいたいこんな感じと、大枠ですね。そして下に個々の医薬品が書いてますが、まずインフルエンザワクチンですね、打ってからどのぐらいで出るかということですが、2週間ぐらいから最大6週目ぐらいまでで出るとですね。次はポリオワクチンですね。これは打ってすぐ下痢を起こした後に1週間から2週間ぐらいのタイミングで出るということですね。はい。そして次、インターフェロン。インターフェロンですが、インターフェロンは2日から数ヶ月と様々と、かなり幅があるということですね。そして次、ペニシラミンですね。ペニシラミンに至っては7日ぐらいから14ヶ月と、これも幅が広いと、かなり幅広い期間で出るということですね。そして最後、乳機能論系抗菌薬ですが、これはだいたい2週間以内という感じになってます。はい、次行ってみましょう。
ギランバレー症候群を起こしているという報告が上がっている薬の種類ですね、ここに一覧バーッと載せておきますので、まあ、興味のある方は見られてもいいと思いますが、まあ、パッと言いますと、ワクチンの類ですね、インフルエンザワクチンとかポリオワクチンとかですね、それから日本脳炎のワクチンとか、こういうものですね、それから、破傷風ですね、これ、ジフテリアとか百日咳とか破傷風の三種混合ワクチンですね、これもですね、要するにトキソイドといって毒ですよ、毒の成分ですね、破傷風の毒素とかが使われてるやつですね、毒を打つわけですから当然ギランバレー出てきますよね。それからここなんですが、狂犬病のワクチンですね、これがここに入ってるっていうのを見るともうはっきりギランバレー症候群っていうのは肺炎病だなと思いますよね。ねえ、狂犬病のワクチンですからね。はい、それから次薬ですね、インターフェロン製剤ですね、それからペニシラミン、乳機能論系の抗菌薬、それから心筋薬、それから抗ウイルス薬ですね、それから免疫抑制剤、それからモノクローナル抗体製剤ですね、こういうものと、それから、さらにですね、ここに A 型ボツリヌス毒素製剤ってやつ、これも毒ですよ、ボツリヌス菌から取った毒そのものですね、ボツリヌス毒素ですね、これは何に使われているかというと、整形とかのシワですね、額のシワとかをこうそこに打つとびっくりして、シワが、毒でシワが伸びて、シワがまあ消えるというのは、整形とかに使われているやつですね。まあ、女性の方は気をつけられないとまあ危ないですね。それから、スタチン、高脂血症の治療薬ですね、こういうものということです。はい、次行ってみましょう。作用機序ですね、それをウイルスや細菌と、それから医薬品ですね、医薬品やワクチンに分けて、まあ、上の方はウイルスや細菌の作用機序、下の方は、医薬品やワクチンによる作用機序ということなんですがですね、これ全部推定の段階です。多分だろうの域はまだ出てないと。作用機序がきっちり医学的に研究されてきちっと分かっているような段階じゃないと。だから、ウイルスや細菌に至っては、まあ、分子衝動仮説とか、仮説ですよ。それから、医薬品や、ワクチンに至っても、免疫機序 だろうとか、末梢神経障害によるものだろうとか、それから、薬による神経毒ですね。薬の毒そのもの、神経毒によるものじゃないかという推定がされているという段階です。作用機序ははっきり分かっていなくてもですね、しかしウイルス、例えばジカウイルスですね、これジカウイルスにかかった人の中から少人数ですがギランバレーがちゃんと出ると、そしてこのジカウイルスの感染、ジカ熱なんかの治療で、薬とかワクチンとかありませんからね、基本的に、こういうジカ熱なんかは軽い感染症ですから、そんな特効薬みたいなものはありませんから、薬による治療とかワクチンも存在してませんから、薬によるものじゃなくて自家熱で、やっぱり出てるということですね、ギランバレーが。そして、医薬品は医薬品を打った後、ワクチンを打った後必ず出ますからね、ギランバレーが。これもはっきりしているということです。はい、次行きましょう。菌ごとの特徴をずらっと言っておきますが、まずワクチンですね。ワクチンでは、インフルエンザワクチンとか、他のワクチンもこう載ってますがですね、やはりワクチンを打つと、打たない人よりもギランバレー、優位に増加するということですね。ワクチンが原因でギランバレーになっている人がいると。100万人あたりだいたい6から19人ぐらいの発症率ですが、まあそのぐらいの低い率の発症ですから、そんなにめちゃくちゃ起こることではありませんが、それでもですね、そのギランバレーを起こした人の 25% は人工呼吸器が必要になると。うちですね、6% の人は死亡と。すごいですよね。すごいですね。そして他のワクチンも同じように優位にギランバレー、打たない人よりも増加と、打つとやはりギランバレーになる人が出てくるということですね。はい、それでもワクチンを打つかどうかは、まあ、自分でご自分で考えないといけないということですね。はい、次行きましょう。
ターフェロンですね、インターフェロン C 型肝炎とかの治療に使うんですが、その使った時に、2日から3ヶ月ぐらいのスパン、長いスパンを経て、ま、ギランバレー症候群が出てくるということで、下に採用基準が書いてますが、難しいことを書いてますが、マクロファージを活性化して、免疫物質を誘導してとか、神経、障害物質をどのこのとか書いてますが、一番大事なことはこのインターフェロンってサイトカインなわけですよ。サイトカインって何なのかというと炎症物質ですよ。炎症を起こす物質ですよ。入れれば体のどっかに炎症が起こるのはまあサイトカインですから、まあ、当たり前っちゃ当たり前のことなんですね。それを入れれば当然、まあ、どこの体のどこに何が起こるか分かりませんよ。どこに炎症が起こるか分かりませんが、サイトカインですから当然起こってくるということです。はい、次行きましょう。次は抗 TNF アルファモノクローナル抗体製剤というやつですね。インフリキシマブというやつですね。まあここにまあ概要をずらっと載せてますから、まあ採用基準とか、まあどのぐらい、まあ4ヶ月ぐらいですかね。使って4ヶ月ぐらい平均でまあギランバレが出てくる。まあこの薬使われている方はまあここを読まれるといいと思います。まあ次行きましょう。はですね、抗ウイルス化学療法薬ですね。ヌクレオシド系の逆転射酵素阻害薬ですね。まあ、聞き慣れない言葉でしょうが、まあ、HIV の治療されている方が扱うカクテル療法、多剤、いくつかの薬を併用して使うカクテル療法なんかに使われる薬ですから、これ HIV の発症を遅らせるとかそういう目的で使われる薬ですから、使わないわけにはいきませんけれども、まあ副作用にギランバレー症候群が あるということですね。まあ、他にもいろんな副作用はこ の,、まあ、この薬ありますが、まあ、使わざるを得ない薬の一つということですね。はい、次行きましょう。ボツリヌス毒素製剤ということで、ボツリヌス菌の毒ですよ。猛毒のボツリヌス菌の毒素を使った薬と、整形のシワとかを伸ばすために使われているので、女の人は気をつけなきゃいけないということですね。で、これを打つと、6週とかから11ヶ月ぐらい経って、ギランバレーが出る場合があると気をつけないといけないということですね。まあ、こういうふうに内容は書いてますから、まあ、読みたい方は読むといいと思いますが、芸能人でも結構、大原玲子さんとか、安岡力也さんとか、いろんな方がギランバレー出てますからね、これは気をつけないといけないと。芸能人も結構ギランバレー、出てる方いらっしゃいますからね、整形という可能性は、まあ、あるということです。はい。今日は、ギランバレー症候群の2回目、落としていた部分を、まあ、補足しました。ありがとうございました。